歌は勝っていた。パリゴリンの柔道女子52キロ級、28日、シャンドマルスアリーナの2回戦で、連覇を狙ったアベウタ、24イコールパーク24。が世界ランキング1位のディオラケルディオロは、ウズベキスタンに1本負け。金メダル大本美コとの敗戦は、日本中に衝撃を与えた。 技ありと指導二つを奪って圧勝ムードが漂う中、相手の捨て身技で畳に叩きつけられた。多くの柔道関係者が、絶対に勝つ、としていた女子のエースはなぜ敗れたのか。バルセロナ五輪95キロ超級銀メダルの、元暴走王、小川直也氏、56、は、歌選手はかわいそうの一言。 これも審判の問題になるけど、指導2をもらっていた時に、相手に偽装の技があって、技がすっぽ抜けた場面があったでしょ。本来ならあそこで、相手の反則負けだった。今のルールなら、あれは明らかな反則。審判がおかしいという意味では、あそこの判定は問題、と指摘する。確かに指導2つをもらっていた相手の背負い投げは中途半端な形で、 偽装攻撃、いわゆる、駆け逃げ、と取られてもおかしくなかった。これで指導を取られれば、相手は三つ目の反則で試合は歌の勝ちで終わっていたのだ。小川氏は、あれは誰が見ても、十人が十人見ても反則、と言い切る。前日の男子60キロ級では長山隆樹、SBC 湘南美容クリニック、が締め技で一本負けした際に、主審が、 待て、おかけたにもかかわらず、相手のガリゴス、スペイン、が締め技を続けて長山を失神させた。これが、大五神、と波紋を呼んだが、死の試合でも、五神、があったという。では、なぜ審判団は偽装攻撃を見逃したのか。小川氏は、審判に、歌選手への期待感があったのでは。死選手は強すぎるということで、 綺麗に技で投げて決めて欲しかったのかもしれない。不運に不運が積み重なって大きな悲劇が生まれたと思うね、と推察する。決して力負けではないだけに悔しさは募る。他は今後について落ち着いてから考えたい、と語るにとどめたが、元暴走王はビッグカムバックを望みたい。 彼女は泣き崩れたけど、4年後に取り返すチャンスをもらったと思ってもう一度チャレンジしてほしい、とエールを送っていた。